へようこそ。どうも、アツミナクです。はい、よろしくお願いします。ということで、なんかね、もう困ったもんですよ、この人。なんかもうずっとなんかね、あれを飲め、あれを飲めってね、しつこいんですよ、皆さん。皆さんそれね、何かっていうと、それはこちらのワンカップ温泉機。皆さん知ってますか？いや、これはね、多分お酒飲まない人も結構知ってると思うんだけど、見たことはあるよね、多分。で、あの、僕もコンビニにあるもんね。そう、正直あんまりいいイメージじゃなくて、なんか電車に乗ってるおじちゃんがこれ片手にこんな感じで、っていう、すごい、え、すごい、大切な人と共にって書いてある。ほら、ほらほらほら、え、なんでそんなロマンチックな、え、すごくない？え、全部めちゃめちゃ、え、待って、違う、全部違う、全部違う、大切な人と共にって、え、え、なに、二人の世界に光を灯してって書いてある。こっちはのんびり日常を忘れてって書いてある。すごー、ほら、すごー、そんな酒じゃねえだろ。まあ、申し訳ないけど、そう、皆さんそのようにあまりいいイメージを持ってないと思うんですが、はい、この前初めて飲んだんですよ、うん、そしたら、うん、めっちゃうまい辛口の日本酒だったのよ。おー、なるほど。じゃあ今日はそのワンカップの良さを伝えるために、ワンカップ飲み会をやろうと。やばということですね。わーい、はい、ということでワンカップを広めたいということで、はい、飲んでいきましょう。レッツゴー。じゃあもう日本酒なんですよ。ただ日本酒に合うものを作ればいいだけ。簡単です。簡単です。じゃあまずカツオのたたきと、あとは牡蠣の酒蒸し、あとちょっと前の前ぐらいで作ってるなんかいろいろ出します。ちょっとカツオのたたきはまずちょっとニンニクをスライスしておきます。まずちょっと中火でちょっと油注いであげる。でそこにちょっとニンニクを入れちゃうんですね。で香りを出す。で軽くね、香り出したらもうニンニク取り除きます。強火ファイアバーン。何をするか、ささっと焼きます、表面を。わお、ね、よう焼けたら冷水にぶち込む。なんで水つけてんの？これがもうすべてですから、これやんないと。やめて。やめて。危ない。冷えたらしっかり水気取る。切るよ。うまそう。小ネギもたくさん。先のニンニクたち、これ最後にポン酢かけたら完成なんで、他の料理できるまで冷蔵庫入れときます。ダメです。ダメです。じゃあナンバーです。で今回実は酒蒸しもね、ワンカップ大関でやろうと思いまして、これちょっともう塩水処理して。酒蒸しも？そうなんです。パカッ。いや香りがいいもんな、マジで。はい、入れて、アルミホイルで落とし蓋して、いい感じに蒸されるのを待ちます。あ、はい、どのくらいやったかな、大体5分ぐらいで。カキの酒蒸し完成。カツオのたたきに最後おポン酢かけちゃいましょう。わーいちー。で、胡椒かけちゃうんだから、はい、ということで、カツオのたたき、これ前のあの、この味のやつで作った漬物、ガキの酒蒸し、主役、ワンカップ。主役、ワンカップ。飲み会の場は完成しました。それでは、はい。いただきます。いただきます。ということで、ワンカップ。ワンカップ。では、はい、ワンカップ乾杯。いただきます。いただきます。あー、うめー。あー、まあ確かに飲みやすいね。飲みやすいよね、うん、飲みやすいわ。なんかさ、今まで持ってたイメージの味じゃなかったのよ、うん、まあ確かにね、なんか鬼殺しとかと同じ感じするもん、うんうんうん、普通に
に美味しいんだよ。美味しいよ。100円だっけ？これね、120円。200円。でも1号ぐらいで200円だから、まあまあまあ安いんだよ。まあ高いね。まあ、確かにこれ厚感っていう感じの味してるな。厚感はうまい。厚感がうまい。厚感がうまいそうだなこれな。うまっ。気持ちいい。ああこの。いやー。カツオいいね。出るね。うますぎ。ああやばいです。外なんかすごい鶏肉みたいな食感でさ。そうちょっと。めっちゃいいわこれ。うん、酒と合うわ。なんか地鶏のたたきみたい。ね。確かにこれは飲めるな。なんだろうね、なんかちょっとなんか日本酒なんかともまた若干違うような、そのなんか日本酒してるわけではないけど、うん、かといってなんか別に甘いわけでもなく、うん、ちゃんとなんか酒好きな人が飲んでも美味しいってなる味、うん、酒好き用じゃないのこれ。酒好き用でしかないね、確かにそれはそう、うん、一回一本厚缶にしてみる。はい、この銀蓋外してこれして、ああもうそれだけでいいんだ。それでレンチンで、まあ、1分でいいんだもんね。1分ぐらい進む。へえー、すごい。できます。ああ引き立ってます。おお熱感がいい。熱いんじゃないこれ。熱感がいい。めっちゃ熱いぞこれ。うん、いただきます。いただきます。おお、ああこれいいかも。確かに熱感向きかもしれない。熱だなこれ。これ熱だな。かーってくるなーこれ、うん、うわーってきて酒だなー。酒だなマジで酒だなやばいやばいよもうこれはやばい。まあ、ただのおっさんの飲み物だもんこれ。完全にこれでもこれを本当に電車とかで飲み出したら終わりだと思うけど友達と飲んでる分には別にいいと思いたい。美味しいよ。この前居酒屋で芋焼酎ロックとイカの塩辛を頼んでしまった瞬間に、うん、あやばい、うん、終わりが近づいてるお前あれだよ、電車でワンカップだよ。いややだ、絶対やだ、絶対やだ。お前の将来は電車でワンカップだよ。絶対やんない。ちょっと電車で酒飲み出したらマジで終わりやん。まずそれはそう、うん、いや皆さんね、やっぱそのサラリーマンだとお疲れなのは分かるんですが、電車で飲んじゃダメだよ。新幹線とかだったらなんかね、飲んで。ああまあまあ新幹線だよね。まあ人それぞれ好きな酒はあるからね。まあ、ぜひワンカップ大関好きな人はコメントしてください仲間探してますということで、りゅんくんがワンカップ大関を進めてくる動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ワンカップ大関まあ美味しいかな。まあまあね。まあね。うん。うい。ルークの中では何点なの？ワンカップ大関。酒の点数で。ラインとして？うん。だから100点のラインは例えばさ、ジコンとかなんかその。ああ。自分の好きな日本酒。ジコンとか100にしちゃったら。じゃなかったら何100にするの？65点か。まあ。65結構高得点だけど。黒霧島が85点。日本酒やってる。カテゴリーやってる。まあね。